エアウィスコンシン965便墜落事故は1980年6月12日に発生した航空事故である。アップルトン国際空港発、リンカーン空港行きだったエアウィスコンシン965便がリンカーン空港への着陸侵入中に豪雨に遭遇した。それにより両エンジンがフレームアウトし、パイロットはコントロールを失った。 機体はほぼ水平な姿勢で墜落し、乗員乗客15人中13人が死亡した。この事故は、エアウィスコンシンが起こしたものとしては最悪の事故だった。事故機のフェアチャイルド SA226TC メトロ2は1976年に初飛行を行っており、事故までの総飛行時間は8055時間だった。また、墜落以前に不具合は報告されておらず、調査でも、 機体の故障などの証拠は発見されなかった。メトロ2としては、事故当時は最も死者数が多い事故であった。また、2019年現在では4番目に死者数が多い事故である。機長は37歳男性で総飛行時間は8391時間。内道景器では6000時間の経験があった。副操縦士は28歳男性で総飛行時間4063時間。 うち同景気では143時間の経験があった。965便は12時45分にアップルトン国際空港を離陸した。経由地のミネアポリスセントポール国際空港には14時2分に到着し、14時20分にリンカーン空港へ向け離陸した。事故機の残骸巡航高度の12000フィートを飛行中、中程度の乱気流と雨雲に遭遇したため、 8000フィートまで降下した。15時36分、オマーハレーダー侵入管制が965便に6000フィートまでの降下を許可した。降下中に965便は豪雨に遭遇し、両エンジンがフレームアウトした。エンジンは再起動されたが、パイロットは機体の姿勢を回復できずに、機種をわずかに下げた状態で地表に激突した。機体はバウンドし、 288フィート先の地表に再び激突し、1022フィート滑って停止した。1980年12月9日、国家運輸安全委員会は最終報告書を発行した。報告書では管制官が激しい降雨を警告できなかったことが事故原因だと結論付けられた。また、豪雨により機体に搭載されていたレーダーが正しい降雨量を 測定できず、パイロットは雨が激しい地域へ向かって飛行していることに気づかなかった。加えて豪雨により両エンジンが停止した時、パイロットはエンジンを再始動させるまでの間、適切な飛行姿勢を維持できなかった。NTSB は15個の安全勧告を発行した。内容は以下の通り、ありがとうございます。